ロー MSGO、どうも小物です。とうとう来ましたね、新400コスト機体。そして統合整備計画です。実際新機体や統合整備計画で遊んでみたので、説明入れつつ素直な感想を言いたいなと思います。まずは新機体フルコーンとバンシー乗るんです。まあ原作でリリー少尉絶ゆる派なんで、おめえが喋るなって感じでフルコーン使ってみます。個人的にはニテイバズは外しています。突火力考えるとあっても良いかもですが、何より背負ってる時邪魔だし格好悪い。そんなシンプルな理由です。まあとにかく使ってみましょう。感想は最後にまとめてにします。次は統合整備計画について見ていきましょう。要約すると低コスト中コスト機体のアーマー上昇、汎用武器の威力底上げ、リペア等地の回復量アップ、バズの爆風の減衰率の緩和、そして高コストの戦力ゲージの影響力の上昇といった感じでしょうか。いろんな機体で楽しめるようにという試みですね。ただいろいろ気になった点を見ていきましょう。まずは愛機のハンブラギです。はい、ほぼ何も変わっていません。しかも最高速度上昇は変形時適用されず、そしてアーマーの低さです。ボールや LA ちゃんよりも神走行だぜ。まあミニ四駆の肉抜きみたいな感じですね。現環境でもどうなのか少し使ってみます。はい、次に気になる機体はやっぱりこれですね。ジオのこの謎強化。アーマー増やしたら覚醒時間長くなるじゃないですか。そして格闘の威力も上がってる。実装当初とまでは言いませんが、かなりヤバいような気がします。では実際使ってみましょう。
はい、次はおまけです。カチカチ状態の時だけ強化されたフルアーマーサンボルちゃん。ではどうぞ。というわけで統合整備計画で新機体で遊んでみました。まず新機体ですが、そこまで使い込んでないですが、やっぱりこけるというのは良いですね。使ってる方も立ち回り気をつけるようになるし、敵としてもワンチャンあるのがいいです。ただ謎の武器制限が辛いことと、原作的にはわかるんですが、ジオンでユニコーンは超紛らわしい。遠目で見た時敵か味方かわからないんですよね。まあ性能面云々以前に、硬くてこけない排尿内菌という存在がガガ。そして統合整備計画ですが、やっぱりジオの強化はまずいかなと思いました。低コスト中コスト強化入ったとはいえ、まだ高コストの数のぶつかり合いな気がします。そしてデバフや一撃撃破など理不尽も多いので、せっかく戻ってきた人や新規さんをつなぎ止められるか。についてはちょっと不安なところもあります。でも前よりは良い環境になってると思うので、引き続き頑張ってほしいですね。まだまだ調整された機体遊んでないので、引き続き楽しんでいこうと思います。ではまた次の動画で。まったねー。